こんにちは、いろどりです。以前キッチンペーパーのスタンドを使って飾りを作りました。今回は形の違うスタンドを使って簡単にトピアリーを作ります。材料を紹介します。まずはお花から。ピンクと白の大きめのお花、4輪入っているピンクの小花、オーガンジー素材が入っている黄色のハイドレンジア。お花はこちらの4点です。続いてこちら、黄色のかすみ草、ピンクのお花が入っているフラワーマット。小花はこちらの2点です。キッチンペーパーのホルダーはこちら、木の棒とスチールの白の土台です。高さは 25.5 センチ。今回は白を選びました。こちらをスタンドにします。ベースとなるグリーンはこちら、すでにボール状になっている便利なグリーンを使います。飾りはこちら、パールがついているピンクのタッセルにしました。最後の仕上げにこちらのリボンも追加しました。模様が入っているチュール素材のリボンです。こちらを使って最後仕上げていきます。最初にスタンドにグリーンをセットします。葉っぱをかき分けると切れ目があるので、こちらに棒を刺します。紐をつけて吊るしたり、2Wayで楽しめるように、今回は土台とグリーンは接着せずに作っていきます。大きさのバランスを見たいのでグリーンを設置してから作ります。作りにくい場合はスタンドから外して作ってみてください。グリーンがセットできたらこちらの大きめのお花を入れていきます。前の方に目立つように入れます。木は短めにカットします。グラグラしないで支えになるように茎を短めにカットしました。接着していきます。お花の部分にもつけていきます。こちらも同じくお花の部分に接着剤をつけます。大きいお花が入りました。次はハイドレンジアを入れます。こちらはお花を一つずつ外して使っていきます。今回は後ろの方にお花を入れずに前を華やかにしようと思うので目立つところに入れていきます。
丸い形から飛び出ないようにしっかりと入れ込んでいきます。目立つところの2箇所に入れたので、次はお花同士の間らへん、こんな感じで入れていきます。ハイドレンジアが入りました。次はこちらのマットを使って形を整えていきます。こちらの白いものは外してこのまま使います。こちらのグリーンはカットして使います。土台が目立つところやデコボコしているところを埋めるように全体的に入れていきます。フラワーマットを全体に入れました。最後に残りのお花で整えていきます。かすみ草は小分けにして使っていきます。お花が入ったので、最後にタッセルを飾ります。お花のパッケージについていたワイヤーを使います。紐が長いので、結んで調整しておきます。ワイヤーを通します。根元でねじっておきます。お花と同じように接着剤をつけて留めていきます。タッセルがついたので最後にリボンを結んでいきます。こちらは簡単にスタンドに結んでいきます。
トピアリーが完成しました。最後のリボンはあまり大きくなりすぎないようにリボン結びをしています。お花は丸い形が崩れないように、あまり飛び出ないように高さを揃えて入れました。お花部分と土台は接着していないので、飾る場所によって上を外して、このように吊るして飾ることもできます。こちらは上にリボンを通しました。今回はキッチンペーパーのスタンドを使ってトピアリーを作りました。すでに丸い形のベースを使ったので、とても簡単に作れました。ベースがグリーンなので、どんなお花でも素敵に作ることができますね。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。